はいお疲れ様ですもとみです今回のお話なんですけど今ネットでめちゃめちゃ話題になっているですねフジテレビがまたやらかしたんじゃねえのかーということで、ね、話題になってるんですけどこちらの方がねフジテレビの逃走中が勝手に許可なく俺の家の入り口を塞いだみたいな話がね話題になってるんですよねおいフジテレビ何してんだって一般の人の邪魔してんのかっていうことで話題になってるんですけど まあただ、この人がね、嘘のことを言ってんじゃねえのかっていう意見とかもあるんですよね。とはいえ、まあテレビ局の人たちがね、一般の人に迷惑かけてんじゃねえのかって思われてもしょうがない。まあネット上では信じてもくれないような、そんな状況にもあるということなんで、今回その件についてね、見ていこうかなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、この方のね、ツイートがめちゃめちゃ話題になってるんですけど、10万いいねとかついてて、 万表示だよやばくてフジテレビの逃走中かなんか知らんが撮影で俺の家の入り口塞ぐわ敷地を勝手に使うわ公道の歩行者通行を妨害するわで道路使用許可証見せてくれつったら許可されたのと違う場所を潜入してるし指摘しても無視して撮影続けるしメディアの傲慢さが生き残ってることを確認したぞーっていうことでもうフジテレビがやべえことやってるぞーっていうのをねこの人がね。 ツイートしてるわけけなんですけどしかもねはっきりと「逃走中だ!」ということを言ってて「まあ、逃走中」っていうね番組といえばこちらになるわけなんですけど、まあ、いろんな商業施設とかで芸能人の人たちがね、えー、まあ鬼ごっこみたいなのをするというようなそんな内容になってるわけなんですけどこの番組がですねカッ コードを使っったりして、えー、やってやんじゃねえのか撮影やってんじゃねえのかってこの人が言ったわけですよね特に俺の家の入り口を塞ぐってえどんな状況だよって感じがするんですけど、まあ、まず写真とかも一緒にあげてないんでこれ本当なのっていう声が上がるわけですねこんな感じでこれって本当に逃走中の話なのってフジテレビなのは確定なのって別テレビ局や別番組の話だったら風評被害になっちゃうんだけどって嘘言っている可能性もあるよねとかもしくはちゃんと確認したのか みたいなねそんな批判とかが来てたりはするんですけど、まあ、ただネット上ではですねフジテレビならやりかねないなっていう全然信用してもらえてない状況にあるんですよね、まあ、だからこそこんなにいいねがついてるわけなんですけど証拠もないのにね、えー、まあ例えばですよ、えー、こんな感じのことを言われてて審議は割とどうでもよくてテレビ局ならやりそうだな笑って思われてるところが肝だよなって全然やりそうじゃんって、まあ、フジテレビじゃなくてもテレビ局ならやりそうだろうってそういうやり 奴らだって認識されてることを業界を恥じるよ。無理だけど、わらみたいなことがね言われてるわけなんですよね。まあ、一応なんですけど、このフジテレビ？ があののややっっってててそそうかっていううかかなさいね過去のものを見て考えていこうと思うんですけどこちらね、えー、傘さした一般の方隣にサングラス装着したスーツの集団歩いてきたからびっくりしただろうなーっていうことで過去に行動でね撮影をしてるというようなのがまあ実際に映ってたりするんですよね、まあ、ただ本光がねこれ調べたところ2020年ぐらい、まあ、約3年4年ぐらい前のその時は行動使ったりも撮影してたみたいな みたいなんですよだって普通に人が通ってんだよここまあ行動に許可取ってやってるのかどうかわかんないですけどこんな歩道のところをさえこんな人たちが歩いてたらめちゃめちゃ邪魔ですよねまあ過去にはこういうことをしてたみたいででねその後ですね一応行動ではあんまりしなくなったみたいなんですよただそこら辺のソースっていうのははっきりとはなくて まあそれはね、番組のね裏側の話なんで、はっきりとしたのはないんですけど、こんな感じでえまあ商業施設だとかを使うようになってるみたいなんですよね。貸し切ったりして。まあそれならほとんど迷惑かけないよねって許可を下りればって。まあそれはわかるんですけど、かなり最近のね、これ2023年の12月。 このお台場リベンジャーズっていうのがごく最近の放送でえここにも書いてる通り2023年12月31日であるんですよね、まあ、その時の映像の中では公道をね走ってたりするわけなんですよね、まあ、撮影許可通ってたりするのかもしれないですけど実際に行動が使われてるというのは事実なんじゃないのかなと思いますだってこんな感じでね撮影されてるんですけどここ車とか普通に通ってるね公道、えー、なわけですからね、まあ、なので公道を使った撮影をしてる可能性はあると、まあ、許可通ってるかどうか置いといて で、えー、さらに最近のね、ツイートの話で言うと、この方が言われてて、散歩中、ハンターの胸に遭遇、そんなことあるもちろん逃げたっていうことで、普通に生活してたら、こんな様子に出会ったっていうふうにね、言われてツイートしてるんですよね、この人は。えーって、逃走中のね、こんな感じでハンターがいっぱいいるぞみたいな、そんな写真を撮ってるんですよ。まあ、これね、元光がいろいろ見る限りはいろんな意見とか、えー、勝手に CG とかで作ったとか、そういう。 ものでではなないいみたいなんですよねこんな人たちがさ急にドーって来たらさいくら許可取っててもさすがにやばいだろうみたいな話なんですよね。まあ、ちなみにこれ2024年の3月1日ほんとごく最近にこんなことがねあったぞって投稿してる人がいるわけなんですよ。 まあこういう情報もあるとですね、さすがにフジテレビでは絶対ありませんっていうのは、まあ、否定はできないような状況になるわけですね。まあ、だから審議は割とどうでもよくて、テレビ局ならやりそうだなって思われてるところが肝だよなって、もうね、まあ、テレビ局、フジテレビもそうですけど、そういうふうに思われてるなっていうふうな、ね、ネットの意見が多いんですよね。まあ、だからこそこんなに10万いいねもついて、みんなやべえなってもう信じちゃってるわけなんですよね。まあ、ただねこの人もフジテレビ逃走中とは 言っっってるものののははききりと調べきったわけででないので違うテレビ番組とかの可能性はありうでしょうしまあただカメラとかをねしっかり持ってる、まあ、そういうのを見ただろうからこうやってねテレビ局だろうっていうふうに言ってるんだと思うんで。 まあだとしたら YouTuber のね、いたずらだとか、そういう感じでもないのかなと思います。まあね、こんだけ話題になってるんだから、もし違うんであれば、フジテレビがはっきりと否定した方がいいんじゃないのかなと、本光は思っちゃいますね。ということで、この話がね、話題になってるんで、いろんな人のね、意見を見ていこうと思うんですけど、こういうツイートには、フジテレビ報道局です。突然のご連絡、ご了承ください。ご投稿されている内容につきまして、お話を伺えないでしょうかみたいなリプライは、どこの曲もつけないんだな、わらーっということで、 まあ最近ねあのツイッターとかで、ね、テレビ局の人がバズったツイートに対してすぐなんかねあのなんか話聞かせみたいな感じで投稿してたりするんですけどただ今回の話には一切しねえんだなっていう風にに言われてるんですよまあかなりねバズってるからおそらくフジテレビの報道局のアカウントの担当の人たちも気づいてるとは思うんですけどそういうこと聞かねえのっていうのがね言われてたりしますねとか他には最近の逃走中行動復活してるけどとはいえ お台場エリアの深夜や早朝のような人通りの確率をかなり下げたものが多いからどこまで真実かは様子見かなっていうことでまあ仮にそうだったとしても自分の家の近くをなんか舞台にされてるんだったらちょっとやばいかなと全然信憑性はあるなってなっちゃいますよねあと多番のパロディの可能性もかなり高いからうかつに逃走中と決めつけるのかわいそうだって使用許可証に富士と書いてあっても多番組の可能性はあるぞっていうことでまあ逃走中じゃないか 可能性もあるよ。っていうね。指摘もされてますね。 まあただしっかりと撮影器具とか持ってきて撮影してるんであればテレビ局ふざけんなってなりますよね。とか他にはフジテレビに限ったことではない。メディアは例外なくコンプライアンスのかけらもねえぞーっていうことで全然信用してもらってないんですよね。この人が言ってる文章だけの方が信憑性あるよみたいなね、そんな状況なんですよ。とか他には事実だとしたら残念だなって少なくとも以前は歩行者の安全、ゲーム進行、まあ、歩行者の安全のことを考えてたけど徹底していたり 通学路の時刻に合わせて使用場所制限するなど配慮があったのだがっていうことで、まあ、この人は配慮があったって言ってるわけなんですけどただ過去のこういう映像とか見ててもどう考えても一般人には配慮ねえだろって感じがしちゃいますけどね、まあ、許可取ってたとしてもねもいいねさせていただきますねとか他にはこういうのあるから最近はテーマパークとか貸し切ってやってたのになーって逃走中に限らず有吉の壁とかもそうだし鉄腕ダッシュとかもそうやろう多分町中でやってる これってだからゴブゴブとかバス旅みたいな街歩きロケみたいなのが鬱陶しがられてるのにって、まあ、行動は使わねえんじゃねえのかっていうようなねそんな意見もあるんですけどまあ使っててもおかしくないよねとか他にはこれ住民とか邪魔に感じたりしないのと前から疑問だったけど普通の市街地でやればやっぱりそうなるよなって、まあ、そういう風な事象が起きたんじゃねえのって、えー、遊園地とかショッピングモールとかでやるしかないよなっていう風にね言われてるわけなんですよね。 まあもちろんそうなんですけど、まあ最近の放送でもね、こんな感じで行動のとこでもやっちゃってるからね、うん、ちょっと信憑性ないよね。じ、うん、ゃあもういいね、させていただきますね。とか、他には、家の近所を歩いてたら、なんかのテレビ番組で収録中だから通るなと言われたので、鹿として通り抜けたら逆ギレされて、暴言吐かれた経験があるぞーっていうふうにね、私もテレビ局の人にひどいことされたっていうふうな意見があったりするんですよ。一部のテレビ業界人は、自分たちが特急階級かなん かだと勘違いしてるんじゃないのかって傲慢すぎるっていうねそんな経験を言ってくれてたりもしますねとか他には「だからテレビって嫌」そして最近の子は本当にテレビ見ないよねって我が家でも全然テレビ見なくなったっていうことが言われたりもしますま。ということでですね今回はフジテレビがコードを使ったりしてやばいことやってるぞっていうことがね ネットで噂されてるわけなんですけど、まあ、過去の行いとかから、全然誰からもね、信用してもらえねえっていうような、そんなお話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元水のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話ししていきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。